ドラマチックエリアとは東日本高速道路が高速道路のサービスエリアパーキングエリアに展開する商業施設である。ドラマチックエリアのコンプセントは地域性で地域の特色を活かし特産品を揃え地域ならではのドラマを演出するとしている。例えば上信越自動車道のドラマチックエリア横川のり線には信越本線横川駅の再現として 実物の列車車両の一部が存除されていたり、上磐自動車道のドラマチックエリアともべには、上下線とも、武家屋敷と蔵がイメージした建物になっている。職も、山の幸や海の幸などの地域のものを取り入れ、関越自動車道のドラマチックエリア、赤城高原下り線には、名物、水沢うどんが販売されている。ドラマチックエリア車の旅だから生まれるドラマがありました。 ドラプラ、2021年4月17日閲覧。赤城高原 SA、関越自動車道をおすすめランキング。ドラプラ、2021年4月17日閲覧。E17 関越自動車道、赤城高原 SA が旅のドラマを演出するドラマチックエリアに生まれ変わります。 PR Times 2021年4月17日、閲覧。AB 車の旅のドラマを演出する、ドラマチックエリアグランドオープン。PR Times 2021年4月17日、閲覧。車の旅のドラマを演出する、ドラマチックエリアグランドオープン。万越自動車道ドラマチックエリアバンダイさん1 1月22日11時。 PR Times 2021年4月17日閲覧関越自動車道上里サービスエリアが車の旅のドラマを演出するドラマチックエリアに生まれ変わります PR Times 2021年4月17日閲覧旅のドラマを演出するドラマチックエリアグランドオープン PR Times 2021年4月17日閲覧 AB イオン東北自動車道国見サービスエリアが旅のドラマを演出するドラマチックエリアに生まれ変わります。下り線9月29日10時上り線10月28日10時オープン。東日本高速道路株式会社。ネクセリア東日本株式会社。2020年10月3日閲覧。ありがとうございます。